ンポン。ちょっとお前ら服着替えろ、わかりづらいから。はい。じゃあ一人ずつ自己紹介して。かしこまり。ハモンナ。エントリーナンバー1番、ゆずきゆかり。オリジン、変な松見つけんな、お前が本体やな。先生をやっています。ちなみにこの中で1番の美少女です。わーい。盛り上がんな、うるせえから。先生はもうええ、次行け次。エントリーナンバー2番、ゆずきゆかり2、通称ゆーつー。ゆーつーみたいに言うのやめろ。エントリーナンバー3番、ゆずきゆかり3、通称ガス。お前はもうちょっと自分に自信持とう。エントリーナンバー4番、ゆずきゆかりザファイナル、通称無敵。お前はもっと謙遜しろ。エントリーナンバー5番、ゆずきゆかりリタイア。なんで棄権したんだよ。リターンズやろ。お前は膝が痛いや。なんかわからんが、お前が一番めんどくさそうだな。あ、しまった、もうこんな時間、ごめんなさい。私たちはもう帰らないと。え、そうなんか。てかこの音多分ダメなやつな気がする。さようなら。あ、ゆかりちゃん、大丈夫か？はい、みんな、私の中へ帰っていきました。そうか、なんや、うるさい奴らかと思っとったけど、いざいなくなると、寂しいもんなんやな。じゃあもう一回会います。帰れ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 。ピンポン。離婚をする理由として価値観の不一致が大きな要因の一つだそうです。ああ、そう。ということは何なの？あかりちゃんと先生の価値観が一致しているか確認する必要がありますね。いやいや、今の流れだと関係あるのはこれから結婚するカップルとかやろ。うちらには関係あらへん。それはその意味深な表情をやめろ。失礼。お詫びとして背景変えときますね。少女漫画のようなキラキラシャボン背景やめろ。こっちも捨てがたい。捨てろやボケ。とりあえず価値観チェックしましょう。はい。題して夫婦のラブラブ相性度チェック。タイトルがおかしいだろうが。いいじゃんいいじゃん。まあ別に暇やからええけど。わーい。では第1問。笑うツボが似ている。なんで今笑ったんだよ。あかりちゃんあかりちゃん、なんやねんこのツボ。3000円でいかがですか？いらん。なんでそんなツボをうちが買わなあかんねん。待ってください。なんやねん。実はこのツボ、はい、こんな感じでさするとなんと手のツボが刺激されるという優れもの。このツボ外側に機能あるタイプなの？ね、このツボは結局なんや。今朝怪しい人に騙されて買いました。はい。え、お前これ騙されて買ったの？いくらね？2000円。妥当だよ。しかもお前何ちゃっかり1000円の利益出そうとしてんねん。しばくぞ。ごめんなさい。からのゆすきゆかり2が華麗に。ピンポン。頭キーン。頭大丈夫？いや、ちょっとかき氷一気に食べすぎて頭が。おう、ええー、な。もう夏やもんな。ゆかりちゃんばっかずるいで、うちにもちょうだい。かしこまりました。ではこのかき氷機で美味しいのを作ってあげましょう。センスありすぎやろ。へ、いらっしゃい。お後はよろしかったでしょうか？もしかしてお味は何にしましょうかって言ってる？言ってます。今日はこれくらいで怒ったりせんから安心しや。そうやな。で、何味があるかわからんな。メニューとかあったりするんか？あ、右手をご覧ください。はあ、あれがゴリラです。うちは何を見せられてるの？わあ、ゴリラかわいいな。どうでもええけど何味があるか教えてくれるかな？いちごとコーラです。そうなんか、もっとバリエーションあったら嬉しかったな。もっとあります。そうなんか、いちご、コーラ、ダイエットコーラ、ペプシ。コーラにバリエーションは求めてないんですが。大丈夫や。ありがとうゆかりちゃん。いちご味でお願いしてもええか？かしこまり。じゃあ氷削ります。うん、この氷削る音も夏の風物詩やんな。待てや。はいはい、じゃねえよ。今なんか男性の悲鳴が聞こえたんやが。え、じゃあ待て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 。はいはい、じゃねえよ。別に悲鳴の種類に不満を持ってたわけじゃねえんだよ。それなんなの？スピーカーです。なんで？夏なのでもっとホラーを感じてほしいなと思った先生の粋な計らいです。はかんな。かき氷からホラーを感じたいとは思ってねえんだよ。うわぁ、なんや、こちらかき氷です。なんで悲鳴あげたんだよ。南米の悲鳴あげタイム。言ってねえよ。何をあげてんだバカタレって。これ色的にいちご味じゃないやん。そちらペプシコーラ味になります。だからコーラはもうええ中年。